F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。死神、雷鳴の死神だ。覚えておけ。そいつら確かにスラム街の方に行ったんだな。ええ、間違いありません。今のジャックソン。あの辺りは暴走族ブラディ・チェーンの縄張りだ。ブラディ・チェーンってあのマイケル・チェーンのグループ？まさかあの人今度はジャックさんを狙って。とにかく急ごう。くそ、一体どこに行ったんだ。あ、リュウさん、あそこ。ここで何があったんだ。見てください、これジャックさんのピアスですよ。ジャック、どこに行ったんだ。おいおい、マジかよ。それでお前らは俺のことを一晩中探したってのが。心配したぜ俺たち。そうですよ、だって暴走族の人たちに囲まれてたじゃないですか。だからあれは俺のファンだってしつこく追い回されてんの。これも人気者の宿命ってやつさ。そんな感じじゃなかったんですけど。はい。うわ、悪い悪い、ちょっと落としちゃってさ。しかしルーシーも心配性だね。ひょっとして俺に惚れてる？モテる男ってつらいね。知りません。いって暴走族といえばさ、最近ネットで噂になってんだけど、ものすごい凶暴なのが暴れてるらしいよ。雷鳴の死神ってあだ名なんだけどさ。死神？たった一人でいくつもの暴走族を潰してきたって話だよ。雷のように荒々しいハイウェイの悪魔、その姿を見た者は生きて帰れない。ミュートシティの不良グループの間では伝説的な存在なんだって。一昨日もパトカーが何台かやられてるよ。なんだか怖いわ。でも変ですね、雷鳴の死神はもう何年も前に引退したって話ですよ。また復活したんじゃないの。お前まさかそいつとやり合ったんじゃないだろうな。んなわけねえだろう。まあこの俺様だったらそんなチンピラなんかに負けるわけはねえけどな。はあ、ジャックらしいや。朝っぱらから迷惑だよな。嫌だわ本当に。と俺ちょっと用事を思い出したわ。おい、じゃあな。
おい、ジャック、本当に暴走族なんかと関わり合ったりするなよ。ああ、わかってるよ。ありがとうございました。ボス、この野郎がボスに合わせろって。いや、ジャック、久しぶりだな。探したぜ、マイケル。今暴れてる雷鳴の死神、てめえだな。何のことかな。とぼけんじゃねえ。ミュートシティの夜を支配した最強の走り屋、雷鳴の死神。どうだい、もう一度俺のために走っちゃくれねえか。へっ、笑えねえ冗談だな。懐かしいだろ、このメット。死を告げる死神の証だ。やってみろよ、やれるもんならな。俺はもう二度と戻ったりしない、そう決めたんだ。気が変わるのを待ってるぜ。うまくやってるみたいね。へっ、めんどくせえこった。高機動小隊が邪魔なら腕ずくでぶっ潰しゃいいじゃねえか。やばね、もっと頭を使いなさいよ。せっかくジャック・レヴィンの秘密を握ってるっていうのに、そいつをバラすぞって脅かせばいいのよ。ジャックがこっちに寝返ればよし、ダメでも高機動小隊をかく乱できるじゃないの。へっ、でうまくいけば本当にゾーダの旦那に口を聞いてもらえるんだろうな。大船に乗ったつもりで任せてちょうだい。なんせ私あってのゾーダ様、ゾーダ様が出世したのも私のおかげ。私の影響力ったらそれはもう半端じゃないのよ。ダークミリオンじゃみんな私の情報網を当てにしてるぐらいなんですからね。大口野郎が、どこまで信用できるか分かったもんじゃねえぜ。ま、失礼な人ね。野郎ども、もう一暴れするぜ。はい。雷鳴の死神が挨拶に来たぞ、ジャック。まだまだこれからだぜ。なんて奴らだ。私たちの任務はレースで勝つことよ。普通の犯罪者を逮捕することじゃないわ。自重しなさい。わかってるよ。ジャックもいいわね。ああ。はい、本部長。はい、すぐにお伺いします。これは大問題ですよ。僕は知りませんからね。では君はジャック・レヴィンの過去について知っていて、その上で我々にも秘密にしていたのだね。はい、過去はどうあれ、今の彼は優秀な高機動小隊の隊員です。任務には何の支障もありませんから。ちょっとジョーディー。いつかはこんな日が来ると思っていたよ。私はジャックを信じてるわ。彼はもう二度と間違いを犯したりしません。一体どういうことなんだよ。悪いけど俺高機動小隊やめるわ。やっぱり俺って生まれついてのスーパースターだろ。アイドルやってた方が似合うかなーなんて思っちってさ。つうわけであとよろしく頼むな。こういうことよ。こういうことってひどいですよ。こんなの今まで一緒にやってきた仲間なのに。考え直すよ、説得に行きましょう。うん、その必要はないわ。本人が辞めたいって言ったでしょ。放っておきなさい。しかし小隊長、冷たいです。ジョーディ、一体何を考えてるんだ。どこに行くつもりじゃ。一人だけでジャックを連れ戻しに行くつもりか。マイケル・チェーンの一味と戦うことになるかもしれんのだぞ。仕方ないわ、彼のことは私に責任があるんですから。まったく意地っ張りめが。後のことはドクターに任せてあるから。待てよジョディ。変だと思いましたよ。なぜジョディ一人で行く。言ったはずよ、あなたたちには関係ないって。それを決めるのはジョディじゃない。
俺たちが。そうですよ、オイラたち仲間。知りたいんだ本当のことを。ジャックはどうしたんだ。やっぱりあの雷鳴の死神って暴走族と何か関係があるのか。話してやりたまえジョディ。ドクター、過去が重荷だというなら一緒に背負えばいい。それが仲間というものだ。そうだろ。あの雷鳴の死神とは実はジャックのことなんじゃ。何？ジャックはもともとストリートの出身でな、幼い頃から札付きの不良として有名だったそうじゃ。しかしそれを救ったのがジョディじゃった。あの頃のジャックはまるで鋭い刃物だったわ。近づく者は全て傷つけるような。クソ、しつこい殺だぜ。なんてスピード出すのこの子。あんた大丈夫。ジャックの才能は本物だったわ。だから私は暴走族から足を洗うよう説得したの。そしてその日を限りに雷鳴の死神も姿を消したんじゃ。それじゃ今出現してるのは偽物？ジャック、ジャックのバカ野郎、一人で決着つけようなんて。こちらルーシー、まだ見つかりません。そちらはどうですか？こっちもだ。どこに行ったんじゃ、ジャックのやつ。マイケル・チェーンに接触するつもりだとすれば、やっぱりこの辺か。リュース族だ、やっちまえ。早速おいでなすったか、マイケル・チェーンの手下どもめ。こいやつらだ。ジャック、今だ。マイケルの野郎に伝えておけ、本物の死神が帰ってきたってな。くそ、覚えてやがれ。ジャック、お前の姿、クラッシュが言ってた昔の。そうさ、俺が雷鳴の死神と呼ばれた頃のスタイルだ。やっぱりお前一人で奴と決着をつけるつもりだな。お前には関係ない。話は全部聞かせてもらった。ジョディのこともな。水臭いぞジャック。余計なことを。ったく、おせっかいな奴だなお前って野郎は。俺のことは放っといてくれ。待てよジャック。言っただろ、お前には関係ねえってな。ジョディと同じことを言うんだな。ドクターが言ってたぞ、過去が重荷なら一緒に背負えばいいって。それが仲間ってもんだろうってな。これはこれは、リュースザクじゃねえか。この前の借りを返すぜ。待てよマイケル。よう、ジャック、来てたのか。信じてたぜ。ああ、お前と決着をつけるためにな。なんだと？怠慢の勝負だ。お前が勝てば、要求通り手下にでも何でもなってやる。俺が勝ったら、ブラディチェーンは今日限りで解散だ。ジャック！いいからお前は黙ってろ。なんでお前までついてくるんだ。
俺はジョディと約束したんだ。お前を連れて帰るってな。聞いただろ、俺たちのこと。彼女は俺を命がけで助けてくれたんだ。俺はこれ以上ジョディの厄介になりたくねえんだよ。俺は自分の手で過去に蹴りをつけるぜ。ジャック、ジョディがお前のことを厄介だなんて言ったのか。それはジョディがお前を助けたいって思うのは義務なんかじゃない。仲間だから。それに俺だってな。勝手にしろ。ここは建設中に工事が中止になった曰く付きのフリーウェイだ。見りゃわかるが、ファイナルコースは途中で終わりだ。チキンラント行こうぜ。どちらがギリギリまで行けるか度胸比べってわけか。上等だぜ。そんな無茶だ。お前は手を出すな。こいつは一対一の勝負なんだ。オラオラ、どうした。それだ、それが雷鳴の死神の攻撃よ。昔みてえにやろうぜジャック。昔みてえに盛大によ。なんだと。ほらほら、さっさとブレーキかけないと落っこちちゃうわよ。てめえマイケル、怠慢のはずだろうが。勝てばいいのか。こいつが俺のやり方よ。そうやってダークミリオンに入ったわけかよ。男同士の勝負ってのはフェアにやるもんだろう。行けジャック。へっ、このおせっかい野郎が。勝負はイーブンってとこか。それじゃあ次は第2ラウンドだ。上等だぜ。ジョディ、リュウ、ジャック、頼む、このままやらせてやってくれ。でもいいから、こいつはジャック自身の手で決着をつけなきゃならないんだ。あいつに蹴りをつけさせてやってくれ。オラオラ、どうしたどうした。まだまだ。何、てめえ何考えてやる。このままじゃ二人とも落ちちまうぞ。観念しな、マイケル。最後まで付き合ってやるぜ、この死神が。ない、てめえバカ野郎、こんなところで諦めるやつがあるか。リュウ、お前は死神なんかじゃない。高機動小隊の一員で俺たちの仲間だ。俺と、それにジョディの大事な仲間なんだ。ジャック、ジョディ、ジャック、今度こそ死神は死んだ。もう二度と現れねえぜ。あ、ジョディ、リュウ、帰りましょう、ジャック。そうだな。失礼します。ジャック君、とんでもないことしてくれちゃいましたね。僕はもう死にませんからね。覚悟はできております。自分は責任を取って。ジャック・レヴィン君。はい、今回の件はその誠にご迷惑をおかけしました。いや全くだ。ジョディ君に感謝したまえ。は？今回君の過去が上層部で問題になったんだがね、彼女の説得で今回君たちはマイケル・チェーン一味への潜入捜査に従事していたということになった。それじゃあ
よかったわね、ジャック。良い上司を持ったな。いや、良き仲間というべきか。僕みたいな上司とか。いや、よかったよかった。お前ら、よかったですね、ジャックさん。どんな辛い過去でも共に背負えば乗り越えられる。それが本当の仲間というものだ。存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所をたどり着くは奇跡まで。我々 F0 探検隊は伝説の秘宝リアクターマイトを求めて惑星タンカルへやってきた。ムーンムーンムーン。なんだこの不気味な鳴き声は。うわ隊長大変です。まさかこいつ。間違いない、こいつは。我々が惑星タンカルの洞窟で見たものは。次回 F0 ファルコン伝説、ファルコンの赤い花。君の心にブーストファイヤー。いや、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。東久留米市久保さんからの質問。リオとジャックは何度も優勝してるのになぜお金持ちじゃないの。実は五軌道招待は給料制なんですよ。リュウさんたちがどんなに賞金を稼いでも全部銀河警察が持っていっちゃうわけです。あのビルやけにでかいでしょ。無駄に高そうな銅像もあるし、どえらい宇宙船も持ってるでしょ。そういうこと。給料日前になるとね、いつも二人で先生に泣きついてくるんですよ。え、リュウさんたちがかわいそう。いえいえ、会社というのはそういうところです。それではごきげんよう。